アジアこの音声プログラムは京都大学東南アジア地域研究研究所がお送りいたしますこんにちは中西義弘です アジアに関する最新本について著者とお話をするブックトーオンアジア。今回は法政大学の熊倉淳先生をお招きして、中央公論新社から出版されたご著書、新疆ウイグル自治区、中国共産党支配の70年についてお話を伺います。えー、この本は中国の 西北部ににある新疆ウイグル自治区のの歴史について書かれたものです、まあ、最近、主に報道を通して、とてもこう、規模が大きくかつ組織的な人権侵害の場として言及されることの多い、新疆ウイグル自治区ですが、まあ、そうした現代的な問題意識を踏まえながらも、少しそこから距離を置いて、 この地域の成り立ちと発展について丁寧に解説した本になっています。まあ、グローバル化が進んだとはいえ、今も世界は国民国家によってこう分割されているわけですけれども、その分割っていうのはしばしばこう国家権力が強引に作り出したものであって、その強引さの歪みみたいなものが国民国家、国家のこう周辺部の社会に現れることがあります。その新疆ウイグル自治区の歴史をすると、なぜこの地域が今世界の注目を集めているのか、より深く 理解できるような気がしますそれでは、えー、お話を伺いたいと思います、えー、熊倉先生本日はよろしくお願いいたしますあ、よろしくお願いします、えー、熊倉と申しますはい、よろしくお願いします あの、この、まず本のこの背景みたいなものを伺いたいんですけども、本書はまあ基本的に書き下ろしなんですが、その前にですね、2020年、もうほんのもう2年ほど前ですけども、あの、研究書を出版されていて、民族自決と民族団結、ソ連と中国の民族エリートという本を出版されています。で、その中にもこの新疆ウイグル自治区に関する章が複数あってですね、それが多分この新書の、まあ、一つの種になっているのかなというふうに思いました。で、 このまず最初に、ですねこの新疆ウイグル自治区のとてもこう基本的な概要について教えてもらうのと、あと、鎌倉先生がこの地域の研究を志された、その動機みたいなものを教えてもらえないでしょうかあはい、えー、ま,まず、新疆ウイグル自治区の基本的な概要と。 いうことですが、先ほどご紹介にもありました通り、新疆ウイグル自治区は中国の西北部、西北の方ですね、北西の方に位置しているということで、あのまあ、中国の,面あの国土面積の約6分の1を占めているというふうに言われておりまして、かなり大きな空間になります。でそこに人口が2500万人から まあえー、2600万人弱ぐらい、えー、住んでいると、えー、いうことで、これはあの2020年の人口統計で、あのーまあ、中国が発表している数なんですけれども、まあえーまあ、そこにあのウイグル族、あるいはまあウイグル人の人たちが、まあえーあのー、もともと、えー、たくさん、えー、住んでいたわけなんですが。 漢,族漢民族の人たちも徐々にたくさん入ってきていまして、今のところ2020年の人口調査ですと、ウイグル人の、ウイグル族の人口が1162万人で、中国の漢族ですね、漢族の人口が1092万人ということで、もうだいぶきっ抗してきていると、うん、漢族の移民がそれだけたくさん、新疆に入ってきていると。 いうことになりますで、まあ、あの今、話題になっているウイグル人とかウイグル族というふうに言ってますけれどあの中国共産党の支配下で、えーまああの、ウイグル人の人たちはウイグル族というふうにあの中国では言われているわけなんですね。それなんで、あの私もあの両方とも使うことがあるんですけれども、まあ、このあとはウイグル人という言葉で統一していきたいというふうに思います。わかりました もともとウイグル人はあの宗教的にはまあイスラームで民族的にはあのティルク系ということでトルコ人とかえ中アジアに住んでいるウズベク人とかカザフ人とかえそういった人たちのまあ親戚に当たるような人で宗教的にもまあイスラームということで西の方の中東イスラーム世界とまあ近い関係にあるということになります。でこういった地域にまあ私が どういう行きさつで、ええー、まあ、関心を持ったかということになりますけれども、あの、もうすでに申し上げておりますとおり、あの、中国であり、なおかつイスラム世界であるというところ。 まあこの文化的なあの重層性、こう重なり合ってる感じですね。えー、それがとてもあの興味が、えー、あるわけなんです。で、まあ子供の頃からやっぱり中国っていうのは、あのなんとなくこう、あの、三国志も好きでしたし、えー、中国の歴史に興味があって、中国っていうのはあの私にとってかなりあの大きな存在で、子供の頃に、えー、小学校の5年生の時ですかね、えー、家族旅行で中国に行ったこともあるんですけれど、あの西安とかあの旅行したんですけれども、あのその印象もとても良くて、うん あの中国に対する意識というのは私は非常に強いんですけれども、同時に、あの、だんだん、こう、年を、あの、成長するにつれて、あの、もっと遠くのイスラム世界とか、ロシアとかにも関心を持つようになってきて、で、この観点から言うと、信っていうのは、あの、ロシアの影響、ソ連の影響も、まあ、この後話す機会があるかもしれませんけど、非常に強く受けていて、で、なおかつイスラムの影響も受けていて、で、また中国の、まあ、 今現在は中国の一部ということになっていて、でそういうことで中国と、まあ、ロシア、ソ連と、えー、イスラムがこう交わってくるわけですね。でそこがとても面白いと、えー、いうことであの、興味を持ちました。ありがととううございいまます文明言しょうか 文化の重なり合うところみたいな。そういうイメージもありますね。確かにはいで、あの最初にも触れましたように。そのまあ、そういうこう。文化的な歴史的なこう。広がりだったとか。文化的な多様性みたいな。 ところもある一方で、まあ最近だとどうしてもはですね、中国による親権侵害の場みたいな形で、新疆ウイグル自治区については語られることが多いように思うんですね。で、今回、まあこのタイミングでですね、こういうふうにこう一般書として、新疆ウイグル自治区ともうそのもののタイトルで本を世に問うと、書籍を世に問われたと。で、その意義だとか必要性というのは、きっと、あの、熊倉先生も感じられて出すということになったと思うんですけども、その意義、必要性について教えてもらいます はいいありがとうございますあの意義や必要性については、もう本当にこれは一言で言い尽くせないんですけれども、あの私はその中国共産党がですねどういうふうに信教を統治しているのかで、これまで統治してきたのかということに、特にまあ関心を持って、うんえー、やってきましたので、それをぜひあの皆さんに本を通じてですね、 お知ららせすすることととがができたたいいいいなうううふうに思ったというのがあります、えー、やはりこうあの人権問題ということを考える上でも、えー、中国共産党政権と、えー、現地のまあ民衆でそれからまあ社会、えー、といったものがどういう関係をこれまで織り成してきたのかということを一通りまあ見てみないといけないかなというふうに、うん えー、思いまして、えー、その点を補うような研究が研究成果が、えーまあ、一般書として、えー、出せたらいいなというふうに、えー、思いました。まあ、それが1つですね、さっきちょっとあの言い忘れましたけれども、朝のその民族自決と民族団結、でこれはです、ね、あの旧ソ連、中央アジアの支配がどうだったかということが1つあって、で一方でその中国の新疆ウイグル自治区の支配がどうだったかと。 いうことがあってこの二つの事例を、どちらも事例研究をやってですね、えー、比較をすると、えー、いうことを、まあ、私の博士論文なんですけれど、えー、前の本でやりました。でこれはですねあの、研究するにつれて、やはりあの興味深いのは、ソ連が中央アジアをどう扱ったか、で中国が新疆をどう扱ってきたのか、この二つをまあ比較するという話なんですね。でこれはた,ただ単になんとなく、 あのソ連のある地方と中国のある地方を比較しているわけではなくて、えー、お互いですね、中央アジアと新疆というのは、まあ、もう本当に隣り合わせの世界ですね、新疆のすぐお隣はカザフスタンとかキルギスとかありますけど、あそこはもともとソ連領の中央アジアですね、えー、そういうわけで、地理的、歴史的にもあの近い関係にある今の中央アジアから新疆の辺り一帯ですね、この辺りをた片方ではソ連が、でもう一方では 中国がどういうふうに扱ってきたのかということを、まあ、あの比較しているわけなんですが、うん、その成果をですね、えー、ぜひちょっと今回、えー、中高新書から、あのーまあ、一部、えー、こういった成果を反映した形であのお届けしたいなというふうに思って、ですね、えーまあ、中国共産党がいかに新疆を支配してきたのかと、まああの、タイトルにもありますけれど、えー、その70年を、うんまあ、見つめ直すと、えー、いうことをやりました。ありがとうございます 今触れていただいたまあご著者である民族自決と民族団結は確かにこうソ連と中国の両方の資料を使ってですね、あの、 中央アジアの地域と、ま、新疆をいろの、こう、比較をされているということで、その視野の広さとですね、まあ、視野が広くなればなるほど、読まなきゃいけないもの、学ばなきゃいけない言語っていうのが増えていって、なんか、あの、普通、まあ、結構、こう、腰だけになることも研究者多いわけですけども、それを最後までやりきってですね、あの、比較されたというので、まあ、学会の中でも非常にこう、話題になった本ですね。まあ、それをこう、まあ、より一般的に分かりやすく、かつ中国に、 どちらかというと、今回は焦点を当てて、あの、本を出されたということかと思います。で、えっ、ー、と、今のお話だと、共産党による統治が、まあ、主な。 このご自身のこのこの本のメインテーマではあるんですけども、その前史ですね、第1章のあたりは、まあ、その中,中国共産党の統治の前からこう、いかにこ,うこの地域がですね、そ,それこそもう、えー、3000年前あたりからですね、中国のまあ王朝との関係を結びながら、あ現在に至るんだという,こう歴史が語られているわけですけども、この、まあ、今では新疆ウイグル自治区と呼ばれている地域の、もう、 こう長い目で見たこう成り立ちみたいなものについて、簡単に教えてもらえないでしょうか。あはいえー、あこれはあの第一章というよりは、序章ですね、序章で新疆あるいは東トルキスタンの,あの2000年、3000年。まあ どのぐらいあの、えー、幅を取るかはあの、えー、場合によると思うんですけれども、えー、これまでの、まあえー、歩みをですね、改革するような、えー、ことを、まあ、序章でやりましたで、まあ。この序章でですね、あの一つあのしっかりさせておかなければいけないのは、新教という、まあ、地域の概念ですね、えー、これがどうやってできてきたのかということになります。も、えー、もともと 今から2000年ぐらい前の漢王朝とか、えー、その頃の、まあえー、考え方で言うと、あの西域とか西域と呼ばれている西にあの地域の域ですね。えー、まあ私は西域っていうことが多いんですけれども、あの西域というまあ概念がありましたけれど、これはもう全く今の新疆よりもはるかに広い範囲でですね、中国王朝から見て西の方という感じで捉えてるんですね。まあ、中国から見て西の方にある、まあ、その一番中国に近いたり。 え中国本土に近いあたりが、まあ、新疆のあたりということになるだろうと思いますが、注意すべきなのはこの頃、まだ新疆という言葉はないんですね。うん、なんとなく西の方っていう感じで、再起という言葉があるだけで。えー、で、あの、他方でその後、 登場してくるティルク系の人たちですね、えー、今の、まあ、ウイグル人もティルク系ですし、大人に住んでいるキルギス人、カザフ人、えー、ウズベク人、みんなティルク系ですけれども、このティルク系の人たちが、まあ、モンゴル高原にもともといたらしいですけれども、そのモンゴル高原から今の新疆のあたりにあの移り住んでくる。で、何度も何度もこうあの移り住んでくるわけですけれども、やがて定着したのが、まあ、今のウイグル人の、まあ、祖先にあたるような人たちだということになるわけですけど、その人たちからするとですね、 その人たちは西の方を見るとずっとトルコの方まで、えー、トゥルク系の人たちがあの、まあ、移住をして制圧していくわけですよね。そうするとあのトゥルク系の人たちの世界からするとこの辺り、まあ、いわゆる信教の辺りというのはトゥルク系の世界でいう東の方なんですね。そういう意味で東トゥルキスタンという言葉が出てくるわけです。えーまあ、トゥルキスタン、えー、今の、まあ、中アジアの辺りだというふうに考えればちょうどいいと思いますけど、トゥルク人が、まあ 石けんした、えー、世界の中で、まあ、東半分の方、東の方、えー、がまあ東トゥルキスタンということになりますね。でまあ、今もあの独立運動の人たちが今の新疆の辺りを信教とは言わずに、信教は,これは中国的な言い方ですから、うんえー、そ言わずに東トゥルキスタンと言っているのは、まあ、今申し上げたような理由があって、経緯があってのことだと思いますね。そういういまあ もう、あの、どちらから見るかによってですね、あの、中国の方から見ると、まあ、後に、あの、清朝、清、え、居、ー、の清の時代にですね、新疆という、あの、地名が与えられますけれど、えー、中国の方から見ると、この辺りは、まあ、あの、昔で言えば西域で、徐々に時代が下ってくると、新疆という言葉が出てきて、うん、今も新疆ウイグル自治区というふうに新疆と言われてるわけですけど、あの、まあ、トルク系の人たちからすると、この辺は東トルキスタンということで、うんあの 地名とかこの地域の性格をめぐってもですね、えー、大きなあの認識の,あの違いがあるということに。いずれにせよ、あの中国王朝にまあ支配されてですね、まあ、結果的に清居の新王朝、日清戦争の新ですね、えーはい、にあの支配されて、そこでまあ19世紀の後半に新教省というのが設置されて、で今,今に至るような新教というまあ地域概念ができたわけですね。 あ、どうぞ。前、まあはい、どうぞどうぞ。続けてください。長い,長い話になりますけど、い,いや全然結構ですよ。続けてください。ぜひ<え>ぜひ。え、あのそそのま新、あ、疆ですね。あのまあ、もちろんそのあの今例えばウイグルの人たちにですね、ウイグル人の方たちに、うん、ま新、あ、疆はというふうに言うと、これはあのかなり中国の支配を前提とした言い方ですので。うん あまりこう信教という言葉を使ってほしくないという気持ちを持たれる方もえ多いですね、うん、えただ私はあえてその信教という言葉を使ったのは、あのこの地域が中国に支配されているということを、まあ、この本は描いているわけですので、うん、あのこの中古新書ではやはりこうあの中国が信教支配をしてきたということをまあ扱っておりますので、あのその意味において、信教という言葉をやはり使った方がいいかなと。 いうふうに思って、使用しています、うん。ありがとうございます。いや、本当に私も、まあ、あの、まあ、近いわけではないですが、まあ、ある程度、こう性質が似た地域の。 研究をしていることもあってですね、名称の問題というのは常に論争的なんですよね。うん、そのどちらも納得する、どのせ、どのこう考え方も納得する名称っていうのはまあ基本的に存在しないので、その著者が届けたいメッセージというか、著者が込めたいメッセージに応じて、名称を選択するということなのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。うん、で、あの最初のですね、あの、えっと、動機のところでもお話をいただきましたが、この本を読むと、 中国領でありながら、まあ、ムスリムが多いと。で、ムスリムが多い上に、ソ連とロシアとの関係、まあ、経験をも強く受けてきた地域だっていうことが、まあ、本当によくわかるんですね。で、そのソ連、 ロシアと中国の狭間でまあ、ある意味こう翻弄されてきたようなところもあってですね。その地域のこの地域の特徴をまあ、作ってきたのは、その両大国っていうところも結構あるなというふうに印象を持ったんですね。このロシ,ロシアソ連と中国、この両国がこの地域に与えた影響地域の形成に与えた影響を正確に与えた影響みたいなものをちょっとこう教えてもらえないでしょうか。 はい。えーあ、まあ、先ほど申し上げた、その、新教省がですね、19世紀の後半に設置された頃、うん、まあ、あの、ちょうどこう、西の方にあります、えー、今の中アジアのあたり、カザフスタンとかキルギスがあるあたりというのは、えー、帝政ロシア、まあ、ロシア帝国の支配に組み込まれていきました。でそうすると、この新教というのは、まあ、ま、あ あの新朝、まあ、大新帝国の新教書ということになるわけですけれども、うんあの、ただ中国本土よりもむしろお隣のロシア帝国と社会的にあるいは経済的にいろんな面であの近い関係になります。うん、やはりこう 中国本土の方に行くためには、かなり砂漠を越えて、その昔、玄城山像とかがですね、あの、あの、シルクロードをたどってインドに行くとかっていう時、あの、いろいろ、あの、日本でも最有機で火炎山とかいろいろ話題になりますけれど、あの,はい、あの、知られてますけれども、ともかく砂漠の中をあの歩いていかないといけないわけですよね。で、それに比べて、この新疆のあたりを起点として、中アジア、ソ連中アジアの方に行こうとすると、もう本当に、ただ、ほ本当にちょっと山を越えたり、えー、あるいは、 川を下っていったりすると、もう、あの、今のカザフスタンのあたりに行ったりとか、実、あの、本当に、あの、近い関係なんですね。えー、というわけで、まあ、ソ連中央アジアの方から様々な影響を受けます。で、ソ連中央アジアで活躍していたタタール人、うん、タタール人も記録系ですけれども、あの、その人たちの、まあ、いろんな文化的な影響を受けて、あの、学校を作って、えー、まあ、タタール人の 教師からロシア帝国を介して、先進的なヨーロッパのまあ知識、えー、文明にえ良くするということもえ起きていきます。そういった感じで、中国本土を介さずに、むしろロシア帝国のほうとつながって、欧米やあるいはあのトルコなどとですねあの関係していくと。 えいうことが起きてくるんですね。新、え、疆、ー、のまあウイグル人の人たちでも、ロシア帝国の方に留学したり、あるいはロシア帝国を通じてヨーロッパとか、えー、トルコとかに留学したりというような人がえ出てくると。そういうまあ文化的な関係がありました。そのため、あの現地のウイグル語などにも、たくさんそのロシア語の外来語が入ってきますしいろ、えー、んな言葉,だけ言,葉と言葉に伴っていろんな概念、それから科学、い、え、ろ、ー、んな 概念がですね入ってくるということになりますね。で、あのごめんす、ね。それであのソ連と中国の間で翻弄されてきたという話になりますけれども、うん、というわけで、あの新疆新疆のあたりというのは、20世紀の前半においてかなりあのロシア帝国それからその後にできたソ連のソ連との関係がま密だったということになります。で、もちろんその新疆自体は 新朝それからその後にできた中華民国の支配下に入っているわけですけれども、現地の人たちはソ連の方に留学に行ったりとか、ソ連の方に親戚がいたりとか、そういう形で、現地のまあウイグル人はあのソ連中アジアに対してあの親近感を相当持っていましたから、1930年代、40年代に独立運動が起きたときにも、その運動はソ連との,あの微妙な関係、特に40年代の方の独立運動の時には、 かかなり強くソ連から援助を受けてて行っていたという経緯がありますでただ、そのソ連の方は、まは、中国とも話をする、えー、中華民国当時の紹介石政権とも話をするということで、まあ、ソ連の国家利益、えー、国益の観点から、えー、中国と結んだ方がいいということになると、まあ、残念ながら、えー、ウイグル人の独立運動家の望みはまあ断たれると。 ウイグル人を応援するのはやめるということになって、まああの、第二次東トルキスタン共和国などは、そういうわけでソ連にまあ捨てられてですね、えー、見捨てられて、えーまあ、歴史の闇に消えていったという経緯が、えー、あります、まああのそういう。そういう形でかなり翻弄されていましたんであので、まあ、ちょっとこれあの話し出すと本当にキリがないんですけれども、あのその後にできたあの中華人民共和国、中国共産党はですね、あのソ連と もちろんあの中国共産党は共産党ですから、はいえー、ソ連共産党と、まあ、あの関係が良いということに、えー、なりますけれども、関係は良いだけではちょっと進まなくて、かなり複雑な関係があったわけです。えー、中国共産党からしてみると、あのソ連は100%信頼できる存在ではないんですね。えー、そういった中で、新教の、まあ、人たちがあのソ連と、まあ あの近い関係にあるというのは、これは中国共産党の人たちにとってかなり脅威でしたから、新疆をそもそもまあ共産中国共産党の支配下にしていくというあのまあ大変な課題があってですね、新疆をソ連の影響下からえ切り離すという観点に立って行われたところもあるわけです。具体的にはあの移民ですねえ中国の 中国本土の、まあえー、漢族、漢民族の、えー、移民を新疆、まあえー、に送り込んで、えー、そもそも新疆社会の構成員を変えていく、新、ま、疆、あ、を、えー、中国化していくとい、えー、うことをやらないと、えーまあ、現地の人たちがソ連の影響になびくわけですから、新、え、疆、ー、の、まあ 支配も大つかなないいととうことになりますねそういう形で中国共産党はかなりこうソ連の影響を意識して新教を支配していったというのが、まあ、1950年代60年代ぐらいにあっただろうというふうに思います。 はい、ありがとうございますこの中国とソ連、まあ、それぞれが意識しながら特に中国がソ連の影響力をこの地域からまあなるべくなくすと自分たちにとっては十分にまだ統治しきれていない地域という認識があってでその統治を安定させるためにまあ、えー、まあ漢族の移民を進めたりさまざ、あ、まなことをするわけですねそういうことがよく分かりましたでこの本の中でも、まあ、の特に私はすごく印象深く思うのは あの、今、小倉先生がおっしゃったように、こう脅威をやっぱ中国政府は常にこの地域に見ていて、その脅威にどう対応するかで、えーまあ、様々な政策を打って、で、それが必ずしも狙い通りにいかなくて、 むしろ現地の反発を買って、それをまた抑え込もうとして、でまた反発を買ってって、この、あの、両者の間の、なんて言うんでしょうね、こう、すれ違いが、こう、蓄積していく歴史でもあるな、というふうに思ったんですね。で、例えば、まあの、この地域について、まあ、中国政府が、 90年代以降になるんでしょうか。あの、3つの勢力という形で、この地域には3つの勢力がま脅威となりうるというので、宗教極端勢力、民族分離勢力、暴力テロ勢力っていうこの3つの勢力を挙げて、この脅威を抑え込むためにどうすればいいかっていうので、ね、いろいろと方策が練られて。で、これはまあ日本人にもある程度こう共通するところがあるんですが、まあ、政治的な解決よりもどちらかというと貧困が問題だと。 経済的なアプローチを、経済開発による解決というアプローチを取るわけですよね。で、まあ、それをやるやって、まあ、実際におそらく経済発展もある程度進んだところがあると思うんですが、中国政府が考える脅威を、こう、弱めるということに必ずしもならずに、むしろ、ウルムチの騒乱のように、こう、市民の抵抗が起きて、それが、まあ、社会の混乱につながることもあったと。 でその混乱を抑え込むために今度は思想や行動を強制するような場としても、この職業技術教育訓練センター、まあ、しばしばこう、あの、メディアでも言及される、こう、まあ言ってみれば、えーまあ、人権侵害の主なこう、現場として、 こう言われるような場所あの施設ですけども、そうしたこう施設が生まれたりするとで、この現地と、現地社会と中国共産党統治の,このすれ違い、この歴史がですね、まあ、一つの新疆ウイグル自治区っていう、中国共産党支配の70年を考える上で、一つのキーワードになるのかなというふうに思ったんですが、いかがでしょうかす、ね、で、はい、にもうご紹介いただいた通りなんですが、えー、やはりこう経済開発。 えー、というものがもたらした、えー、良い面と悪い面というのを両方見た方がいいと思いますね。それを私は改革開放の光と影というふうに言うこともあるんですけれども、うん、あの確かに良い面はないわけではないですね。えー、経済発展すれば、まあテレビも見られるようになるし、今では、あの、スマホを持つのも当たり前と。 えーいうことで、あの、現地の人たちの生活もだいぶ改善されました。これは、あの、中国の、まあ、プロパガンダを謎って言ってるわけではなく、実際にそういうところがあるだろうというふうに思います。で、ただ、一方で、その負の面というのも、まあ、見逃せないわけです。えー、経済発展が進めば進むほど、どうしても貧困の、あの、えー、貧富の差がですね、えーうん 大変な問題になってきます。でこの貧富の差がですね、あの解決可能であればいいんですけれども、まあ、実際には開く一方で、しかもそれが民族の違いと、えー、密接に関わってくる。えー、少数民族はどうしても貧しい方に来てしまう。少数民族というのは現地のウイグル人とかのことを指して中国で言われる言い方ですけれども、えー、まあウイグル人はじめそういった少数民族はなかなか社会的上昇の道がない。えー、これはやはり 彼らがウイグル人であるからにですね、もともと中国語が増えてたということがあるだろうと思います。ウイグル語が母語ですから、えー、どうしてもあの中国語がうまく話せない。そうすると社会的な上昇の道が立たれてしまう。えー、結果的に、まあ、貧しいまま、あまり豊かになれないまま過ごしていくことになる。で一方で、新疆の方にもあのたくさんの、えー、漢族の移民が、えー、押し寄せてきますから、えーまあ、中には いい車に乗ってですね、えー、いい生活をしている、えー、漢族の人たちもいるわけです。もちろん、そうでない、えー、貧しい漢族の人たちもいるので、そちらも目を配った方がいいのは間違いありませんけれども、えー、やはりこう、総合的に見ると、豊かなところには漢族の人たちが来ると。と、うん、すると、まあ、民族の違いというのは、貧富の差とオーバーラップしてくるわけですね。うんはい、で、これはもう、あの、現地の人たちからすると、やはりこう、耐え難い、えー、現地の まあ主人の座をですね、えー、外来の漢族に奪われたという認識につながってくるわけです。でこういうことが、まあ、あの、80年代、90年代に起きてくるわけですけれども、80年代から、まあ、80年代ですね、80年代は、曲がりなりにも、 あの抗議活動が認められていたと思われるわけなんですが、89年、まあ、ちょうど北京で天安門事件があった頃ですけれども、ウルムチでもまあ大きな事件がありまして、これを機にですね、徐々にこうあのデモというのは不可能になっていく。うん、一方で、90年代に入ってくると、 抗議がですね、あの、なかなかできないということで、あの、まあ、現状に絶望し、現状を絶望しした人が、えー、まあ、あの、かなり過激なテロと言われても仕方ないような、まあ、爆弾を爆発させるような、えー、行為に打って出たりとかですね、えー、自殺的な抵抗運動に身を投じる人が出てきます。で、そうするとこれを政権側はテロだというふうに言って、えー、実際にテロをやってない人も含めて鎮圧を、あの、していくと。 えーまあ、テロリストというのはかなり曖昧な概念ですから、どこまでがテロリストに入るか分かりませんけれども、まあ、それをッパー人からげに、えー、先ほどご紹介にありましたような、暴力テロ勢力という言葉で、えー、広く捉えて、ですね鎮圧を進めていくで、そこに宗教極端勢力とか、民族分離勢力とか、そういったものも加えて、ですね3つの勢力という言葉で、かなりこう広い範囲で敵,を敵の範囲を広く取って、ですね、えー、政府は。 あの鎮圧をしていった、えー、わけですでその結果、巻き添えになる人もいたでしょうし、えー、なかなかこう、まあ、な納得のいく結果ばかりにはならないと思いますね。現時にはかなり、うん、あの傷を残したと思います。でそれが、まあうん、最終的に2009年のウルムス騒乱につな、えー、がっていくと、えー、いうことだと思いますが、まあ、それに対する政府の対策がです、ねえー、またとてつもないものになるわけですね。こういった、まあ、テロ政府中国側の 政府が言う、カッコつきのテロですけれども、えー、テロを抑え込む、えー、中国政府がテロを抑え込む過程でですね、さまざ、あ、まなあの鎮圧行動をやってきたというのは、これはもう前からやっているわけなんですけれども、より根本的な解決を図ろうということで、ご紹介にありましたような、職業、技能、教育訓練センター、これを作ってですね、えー、そこで、まあ、再教育をすると。 まあ、職業訓練という名目がありまして、これは実際そういう面があ,のあるわけなんですけれども、まっとうな人間としてですね働いていってもらうと、えー、実際に、まあ、職業訓練を、えー、やるっていうことも、えー、もちろんあるんだと思いますけれども、えー、ただ一方で、テロリスト予備軍に、えー、なりそうな人間とかをまあ、真っとうな中国人の方に改造していくと,というわけで、まあ、無職で失業状態にある人を あの職業訓練を施して優秀な労働者にするっていうこともえあるわけですけれども、他方でテロリストの方に行っちゃいそうな人をまっとうな中国人としてえ軌道に乗らせるという、そういうまあ政治的な再教育のえ意味を多分に含まれてるえわけです。で、その過程で当然、改造をするわけですから、家内の人があの抵抗をするでしょうし、それに対してまあ暴力で服従させるということもあるでしょうし、で、また改造不可能と。 いう落印を押された人にはどういう末路が待ってるかわからないと、えー、いうことも、えー、あるだろうと思います。ずれにせよ、あの、様々なその人権侵害の温床、えー、になっていったと、えー、いうことは、まあ、いろんな証言から分かっていますので、そのあたりを、うん、あの、まあ、中高新書でも、あの、あの少し,しょあの紹介したわけなんですけれども、えー、そこに至る過程ですね、現地社会と、それから、えー、中国共産党政権の間の、えー、祖語、様々な、あの、 噛み合わせの、えーまあ、ミスが、えー、あったこと、さまざまな齟齬、えー、があっての、えー、2010年代の,この過酷な結末と、えー、いうことを、まあえー、論じたつもりです。 ありがとうございます。この2010年代の過酷な結末についてはですね、まあ、ジェノサイドという言葉とともに、えー、最近ではよく語られますで。このジェノサイドが本当にあったのか、ジェノサイド疑惑はどうなるのかという点についても、この本では終章で、えー、かなり集中的に、小、え、倉、ー、先生の理解と考え方が示されていますで。その部分はですね、ぜひ本書を実際にこう手に取って読んでもらえればいいかなと思います。まあ、ある程度こう論争を喚起するための議論という こともあってあの賛否両論これから出てくるというと、まあ、もうすでに出ているのかもしれませんけどもあのいろんな議論があ出てきて議論が深まっていくことが一番、まあ、望ましいのかなというふうに思います。でそれでは最後の質問になるんですけども、まあ、これ、えーまあ、あの学術書を出されてでそれをもとにこう、えーまあ、社会的によりこう明確にメッセージを出すためというのもあってこの新書を出されたと。でえーまあこの あと、ですねあの次の本の構想だとか、ですねあるいはまあそこまでいかなくても、現在、プロジェクトとして進められている研究があれば、ですねいくつか教えてもらえないでしょうかあはい、えー、現在進めている研究はこれはいくつかありまして、ですね1、はいえー、一つはですねあの在外、ウイグル人の方たちの、えー、出されたまあ著作を研究するというもので。あのまあ、ウイグル人の方たちは 欧米やトルコいろんなところにこう今散らばってあのたくさんの,その本を出したりとかさまざまな発信をしているわけなんですけれどもえそ,のそこで出されたものをまあ分析対象としてえどういうふうにこうあのウイグルの方たちがあのまあこれまでの歴史をまあ描いたり今を論じているのかということをあのかなりこれはあの客観的にあの引いたえ目線からですねえ まあ分析すするとということを、まあ、あのやりりつつありますそれが1点目なんですがあの他にもですね私はもともと共産党の政策中国共産党あるいはソ連共産党の政策がもともとの専門ですからそれに関連して中国とソ連のまあ えー、関係、中祖関係の研究も進めておりまして、えー、まあ、あの、一つ、まあ、おそらく、あの、近々、あの、近々といってもかなり後かもしれませんけれども、中国で出された中祖関係史の、えー、本の、まあ、翻訳が、えー、そろそろ、まあい、ずっと何年もやってきたんですけれども、あの、<laughs> そろそろ出せるかなといいう,うに考えていまずそれが2点目、ああの他にもあの現状の,その中国の新疆政策をですねあの、まあ、今後どういうふうに展開していくのか、えー、つい先月もあの習近平国家主席が新疆、えー、を視察しましたので、えー、そこでの報道ぶりなども今までだいぶ変わってきてるんですね。でそういうことについてもちょっと、まあ、現状分析的な心境政策のフォローというのも、えー、やっております。これもどっかであの出したいとい という,ふうに考えておりますす以上です、はい、ありがとうございますあのまあ今日はあまり触れられませんでしたが本書の中でもですねあの政策的なことはもちろんその習近平あるいは習近平のお父さんも含めてこの地域と非常に深い関わりがあってそういうこうあの統治者の、まあ、個性であるとか、まあ、来歴であるとかそうしたことも を議論されていてですね。まあ、にに具体的な人と実際のこう統治との関係というのも焦点が当てられていて、そこもこの本の、まあ、読み応えのあるところになっているのかなというふうに思います。はい。えー、それでは本日は、えー、法政大学の熊倉淳先生をお招きして、中央公論新社から出版されたご著書、新疆ウイグル自治区、中国共産党支配の70年についてお話を伺いました。熊倉先生、本日はどうもありがとうございました。 ありがとうございましたブッククトークオンアジアこの音声プログラムは京都大学東南アジア地域研究研究所がお送りいたしました。